こんにちは、北朝鮮の工作員おそばです。ダブルカプチャンです。宣伝です。吉野先生のすき家橋交番前でですね、街頭演説が3月の6日に、あります。時間忘れちゃった、タイトルに時間書いておきます。そこにですね、なんとですね、武田邦彦先生も来られるそうです。武田先生もお話しされるんじゃないでしょうか。これちょっと宣伝を依頼されたので、宣伝させていただきます。はい、ぜひ、また前回のような盛り上がりをですね、見せていただきたいなと思いますんで、行ける方、行ける人たちみんな、行きましょう。おそばは行けないけれども、皆さんが発信したのをおそばも拡散しますんで、もう今このタイミングで畳みかけるようにね、行きたいなと思います。はい、3月6日、何時だっけ、何時かどうかタイトルに書きますんでね、すき家橋交番前かな。はい、吉野先生の吉林の街頭演説に、武田先生も来るよ。武田先生もきっとお話しするんじゃないでしょうかね。久しぶりの武田先生の凱旋、皆さん楽しみに、していてください。そしておそばなんと非常に大ピンチなことになっております。はい、昨日のカッチャンネルさんと、ミコネコチャンネルさんのですねライブ配信を見て、ますます、やる気になった手前、朝起きて、はい、ちょっと汚い話ですいません、トイレに行ったらですね、お尻切れてた、お尻切れてもうた。これもですね、昨日はね飲まなかったんですよ。今日に備えてノンアルだったんですけど、5日連続やっぱりね、お酒を飲むとですね、やっぱり体のどこかに、支障が来たされるんですけれども、おそばの場合はですね、肌か、ケツに来ます。はい、ケツが非常に切れやすくなるんです。皆さんもぜひ飲みすぎはご注意ください。はい、そして今から、お風呂に入って、ひげを剃って身を清めて、今日のイベントに備えます。そう、そして多分、樋口武弘さんって、ね、僕のお友達なんですけど、まあ僕のチャンネルとは全く客層が違うんでね、はい、彼の方が全然大物 YouTuber で、はい、すごい再生数を誇ってるんですけれども、まあ彼に会いたい、若い人たちがたくさん来ると思います。僕もですね、ぜひ、友達になって僕のチャンネルも登録してもらおうかなと。そしたら、おそばさん、参政党って何ですかってなるじゃないですか。参政党ってね、政策とかね、理念とかね、街頭演説ではね、すっごくいいこと言うの。でも裏ではこんなことしてる、マジで汚ねえ集団だということをですね、地道な活動で、ね、広げていきたいなと思います。はい、みんなも気をつけてねって、いいこと言ってるからってね、その表面だけ見てね、騙されたらおそばみたいになっちゃうから、こうはなりたくないだろうって。で、そうですね、できるだけその政治とか地方の政治に関心のない人、無関心な人たちと友達に、まあそうじゃなくても全然いいんですけどもね、一緒にこの自分が今いる大事な場所について、そこからまた日本について、一緒に考えられる、ような人と出会えたらなと思っております。皆さんぜひ、そうですね、これでも、もうここ吉野先生の X とかで武田先生来ますとか言ってやってるんですかね。ちょっとそこ皆さんぜひ注目していただいて、情報が出たらそれも拡散してですね、はい、今参政党を離れた人たちは一つになろうとしておりますからね、もうどんどんつながって、はい、チームワークもだんだん良くなってきましたよね。はい、ぜひ皆さん
力を合わせて頑張っていきましょう。以上、北朝鮮の工作員おそばでした。ピコン。